さあ。ここからはジャッカルソルトチームの吉岡さんと進めていこうと思います。吉岡さん、よろしくお願いします。お願いしますもういよいよフィッシングショーが始まりますが、今のお気持ちはいかがですか？いや、実に3年ぶりということでねかなり楽しみにしております。皆さんともね、会える機会ですから ね。 いや、本当そうですね。じゃあもう早速オフショアの新製品を紹介していきたいと思います。発売以降、全国各地で驚異的な超過を叩き出しているビンビンスイッチシリーズですが、なんと2023年は新たなビンビンスイッチが登場するということで、ビンビンスイッチシリーズに関してはもうやっぱりこの方たちに説明いただこうかなと思います。田辺さんとジャッカル開発スタッフの樋口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう従来のビンビンスイッチシリーズがもう一番私超過得られてるんですけれども、はい、皆さんはいかがでしたか？釣れる、吉岡さんもいろんなところでねやらせてもらったんですけど、もうどこでも釣れる。そうですね、はい、田辺さんも使ってみてどうでした？もう本当にスイッチにはもう散々お世話になってもう僕の右腕になってます、はい、しっかりと心強い感じで。左じゃなくて右、しっかり右ですから、はいで作ってみた開発スタッフとして樋口さんはいかがですか？そうですね、まあ、正直作ってる時はまあここまで超過が出るかな、なかなか不安なところがあったんですけど、まあ、皆さんに釣っていただいて、まあ、開発者としてすごく嬉しい限りです。こうやって魚種問わず全国各地で凄まじい超過を叩き出しているビンビンスイッチシリーズなんですけれども、2023年のモデル、こちらの説明をいただけますか？はい、今回2つのねアイテムをご紹介させていただこうと思うんですけれども、はい、まずこちらスイッチキャンディー、かわいい見た目、はい、でもう一つがスイッチマスク。お、はい、これまたイカっぽくなんかちょっと見た目が変わりましたね、うん、そうですね。まずはビンビンスイッチのキャンディー、こちらなんですけれども、どういったアイテムに？はい、まあ、まずはそのご説明をさせていただく前に、はい、まあ、ビンビンスイッチのおさらいと言いますか、簡単に紹介させていただきます と、従来のタイラバと違ってヘッドの上からネクタイとフックが出ている、システム、まあ、これによって、シルエット自体がすごくコンパクトになって、魚が口を使いやすいっていうの と、さらには、このヘッド形状ですね、特徴的な、まあ、これも相まってフォールスピードが速いだとか、あとは早潮の時に、巻きを早めても回転せずにきれいにこう、うん、ルアー自体が泳いでくれるっていうような、まあ、ルアーだったんですけども、まあ、今回ビンビンスイッチキャンディ、作らせていただいた理由としては、うん、まあ、この従来のビンビンスイッチ、こちらは比較的にルアーが真下に落ちていく、船の真下に落ちていくような、まあ、バーチカルと言われるような状況で、うん、とても、特に超過を、叩き出しているっていうところなんですが、次のビンビンスイッチキャンディに関しては、逆にキャスティングだったり、ドテラの釣り、いわゆる横の釣りですね、はい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 、これでの、使用を前提に再設計した新しい、スイッチになります。それで下が丸型というか、下の方に重心がついている感じ、うんうん、そうですね、従来の、スイッチ、こちらはまっすぐ上がってくるときに、ブレることなく、きれいに泳いでくれるっていうのに対して、新しいビンビンスイッチキャンディーは、横からの水流を受けたときにヘッドが、ビシッと安定して、ネクタイの動きを最大限こう活かしてくれるようなアクションが出るっていうようなセッティングになっております、うん、フックシステムとかは変わらない感じですかね？そうですね、うん、スイッチ同様ヘッドの、ヘッドがねぶら下がり式になってるんで、はいはい、ヘッドの上部からネクタイとフックが出る設計になってます、うん、はい。おかげで結構いい超過が出てるっていう話を聞いてるんですけれども。そうですね、スイッチの長所も最大限に残してるんで、
まずこうヘッドがね先行してホールしてくれるんで、まずホールスピードがすごく速い。大事なところですね、うん、でそれとヘッドから着底するんで根がかりも軽減されてます。お、はい、これネクタイは既存のもの？いや、この、ね、ネクタイの名前は、うん、マスターカーリー。マスターカーリー、はい、じゃあ新しい。そうです、新しい、ね、完全に新しいネクタイ で、はいはい、で従来の、マイクロカーリーワイドと、うん、デュアルカーリーのちょうど間の強さ、シリーズ上最もベーシックなネクタイになっております。アピールとナチュラルの間。そうです。はい、なるほどね、はい、結構テストでもかなりいい調査が出てるっていう。そうですね、全国各地であのテスト聴講させてもらったら、うん、もうずっとニヤニヤしちゃうような。そんなに釣れちゃったの？そうですね、もう早く使いたい、はい、もう早くみんなに伝えたいっていうね、うん、そんなルアーになってます。なるほどね、うん、あ、これは長崎ですか？これ長崎？天草で、はい、愛さん。お、ヒット。花木っすね。お、愛ちゃんヒット。いい曲がりですね。うわ、もうルンルンで釣ってる。ねえ。うん、タイっぽいタイっぽい、Aサイズのタイヤ。おーしょー、ナイスー。よかった、62.3。お、キャンディー。キャンディー、はいはいはい、うわー、いいサイズ。これ多分キャンディーテストで釣れた記念すべき一匹みたいな。大事ないしね。あ、来ましたね。この時は楽しかったですね。もう当たりもめちゃめちゃ多くて。だって変更してるけどニヤニヤしてるの分かる。そうなんですよ、ニヤニヤしちゃってますね、これ。お、意外と。お、いいサイズ。そうそう、いいサイズばっかりで。田辺さんの一匹ですよね。記念すべき。わニヤニヤしてるでしょ。ニヤニヤしてるもの。ネクタイも新しい。あ、これはね、スリムとあのワイドとかデュアルカーリーをまだ使ってましたね。ちょっといろいろ組み合わせを試してるタイプ、うんうん、はい、それで中間のベーシックな形っていうのが生まれたってこと。そうですね、まあ、ちょうどこの魚はそうになってるかな。うん、ダブルヒット、はい、わ、すごい。樋口さんが、樋口さん、マスターカーリー。はい、マスターカーリー、はい、なるほど、はい、こうやってなんか作り上げられていくんですね。そうですね。うわ、大きい。いいサイズ、うん、あのフックのセッティングとか長さとかもいろいろ試しながら、はいはいはい、まあ、一番こう綺麗に泳ぐアクションとか、うん、あのセッティングっていうのを出していってます。なるほどね。こうやって発売がかなり楽しみな映像を見させていただきましたが、もう一つなんかイカみたいなねものをつけたビンビンスイッチがあったんですけれども、はいはい、こちらはどういったアイテムでしょう。まず名前がビンビンスイッチマスクっていう名前で、はい、スイッチに簡単に、装着できるスイッチ専用のカスタムパーツになってます。なるほど ね、 ね、ずるいよ。ずるいね、これは。ずるいでしょ。釣れる、はい、もう鼻からこれを装着できるかのようなスイッチの形で、ね、このくびれはそのためにあったんじゃないかっていう。そうです、そうです、はい。でもう簡単にこのようにね装着できるんで、うん、アピールボリュームもすぐ出せるアイテムになってます。はいはいはい。これなんか匂いもあるとか。そうです、ちょっと嗅いでもらっていいですか。というかもう、というかここら辺一体に、ね、私ずっと我慢してたんですけど、はい、イカフレーバーをね、すごいもうふんだんにあの塗り込んでるんで、ちょっとレベルが違います、ね、そうです、ね、あらゆる魚に効果的な、うん、はい、匂いになってます。主にマダイだったり、あとロックフィッシュ。そうですね、根魚系とか、うんうん、はい、フラットフィッシュにも効きそうだし、うんうん、そうですね、まあ、うん、実際にあのテストの時に、まあ、田辺さんだったらマダイ専門でこう狙ってらっしゃいますけど、うんうん、まあ、僕らこういろいろあの全国テスト行かせていただくんで、まあ、その時に試してみて思ったのが、あのロックフィッシュ系やっぱりあの普通に平場を落とすより圧倒的にこう超過が出るんで、うん、はい、やっぱ好きみたいですね、こういうルアーは。そうですね、はい、プラスしてこの匂いっていうところもね、ずるいよ。ちょっと餌じゃない。そう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 。ちょっとヒットシーンにちょっと注目してもらいたいんですけど、マダイがルアーをもう餌と思うかのように、うん、しっかり本気食いしてくる。本当ですか、はい、
これまた楽しかったんですよ。これはまあ、ゴンってきたでしょ。すごい、すごかった。もう、ガツガツみたいな当たり方が。そうです、まさに本気食いで、こう梅雨番でじゃない、なんかよくあるもんね、こうもじょ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 してるのと、そうそう、もうそんなんじゃなくて、あれと全然違いますね。ガツガツと口の開き方が違うね。違いますね。大きい。でこの魚です。うわ、すごい。えぐ、うわ、もうテストのサンプルがもう言葉出なかった、言葉出なかった今サンプルがボロボロ、もうボロボロになるぐらい、もういっぱい持っていったのにもうなくなりましたからね。わーすごい、はい、これが静岡のお前崎の、お前崎で、はい、鈴木陽太郎さんにテストしてもらったわー、綺麗、赤旗、おお、わいいな、いいね。やっぱロックフィッシュは好きだろうね。好きだよね。うわ、いいですね。おお、魚種豊富。オモハタ、オモハタも釣れて、結構潮抜けとかも悪くないですか。あ、そうですね、はい、あの結構ね、土手が釣ってるから、はい、おわ、すごっ。どうだい、見ていただいたら分かるんですけど、従来のスイッチの、ついてる、ネクタイ、それも取って、使えるんですよ。あんなら取った方がいいですね。そうですね。あ、なるほど、はい、そうなんだ、はい、もうボディ自体でアピールしてくれるので、はい、逆にもうネクタイを取っちゃって、まあ、その方がかかりが良かったりする。へー、いいですね。肩のお三手、え、これはこれはホウキハタ、ね、はい、うわすごいね。ハタオンパレードじゃん、うん、高級魚。こちらのスイッチマスクは、夏前を発売予定しておりますので、じゃあもうこのビンビンスイッチキャンディーとビンビンスイッチマスク、これもうかなり楽しみですね。早く使いたい。そうですね。夏前とは言わないで、もっと早く、はい、ね、楽しみですね。でオフショアアイテム他にもまだまだあるということなんですけれども。そうですね、まあ、はい、スイッチつながりということで、一つご紹介させていただきたいのが、こちらになります。あれ、はい、これは一見すると普通のビンビンスイッチなんですけど、よく見るとカラーだったり仕様がちょっと異なると思います。あ、本当だ、はい、これはですね、アマダイ釣り用に、特化させた、ビンビンスイッチ、ビンビンスイッチアマダイスペシャルになります。アマダイスペシャル、これはすごい、まあ、特にあのアマダイは、そこの方にいて、で結構あの目立つものを、に、反応していくっていう習性があるんで、このアマダイスペシャルに関してはまず、カラーを3色専用に設定してます。わ、はい、チャートと、グロー、これも、思いっきり光るフルグローですね、はい、あとはケイムラの3色。わ、はい、こう目立つ色大事だよって大吾さんからも教わってたので、駿河湾の大吾くんとこ ねすごい釣れてるから、この色だけじゃなく他の部分でもアマダイに特化しているようなセッティングになってるんですか。そうですね、あとはまあ先ほど申し上げたように、あの目立つものっていうのが、好んでくる、魚なので、まずネクタイも、標準装備では、マイクロカーリーワイドなんですけども、このアマダイスペシャルに関してはデュアルカーリー、しかもこう左右ツートンになっているやつとか専用のカラーを、設定させていただきました。あ、左右あれ違う色なんだ。そうです。さらには、このティンセルですよね。それ気になった。いや、そうなの、キラキラしてたもの、はい、これがやっぱり水中に入ると、とても目立つので、まあ、これで就業力を上げてる、はい、ティンセルもちょっとなんか違うんですかね。ケイムラでしょ。そうですね、ティンセルもあのしっかりケイムラ発光するようなものになってますので、もうじゃあもうボリューミー大好きなアマダイたちは、そうですね、ね、食べたくてしょうがないっていうやつですね。あとは、このスイッチならではの、アマダイ釣りのこう、まあ、効果といいますか、これがよく、聞く利点なんですけど、従来のタイラバのヘッドだと、どうしても着底した時に、ストンとこう落ちて、まあ、なんですかね、砂の上に、まあ、ヘッドが乗るような形になっちゃうんですけど、このスイッチは違いますよね。こう速い速度でね、着底してくれるんで、アマダイが好む、そう、あの底のね、泥砂っていうか、巻き上げるんだ。そうです。で、うまいことスポンと入るんですよ。刺さるんだ。刺さるんですよ。
でやっててもこう刺さる感触が分かります、うん、あのぬもんってこう、ね、上がる感じが、ね、でスポンって僕の、まあ、見解なんですけれども、うん、一回ルアーが消えるんですよ、はい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 、砂の中に入って、うん、でアマダイがこうホールでを見てたのが消えて、うん、出る時に反応するんじゃないかなっていう、はい、これでもアマダイやってる人はやっぱ砂煙とかね、はい、すごい気にするし、そうです、まさにそれだと思 う, そうです。だからそれを出すために作られたルアーじゃないんですけど、うんうん、後から結果的に結果的についてきたっていう、うん、あ、これは嬉しい、はい、こちらは発売時期はいつ頃でしょうか。はい、まあ、こちらも、先ほどのアイテムと同様、まあ、夏前ぐらいを予定しています。あ、じゃあもうハイシーズンと言われる時期にはしっかり間に合うといいなっていうやつですね。そうですね、まあ、皆さんがあの釣りに行かれるタイミングには、うん、あのご用意あのできるように頑張って作っておりますので、うん、かなり楽しみなアイテムになってますね。実は僕からも紹介したいアイテムがあるんです、はい、あれ、それはこれはね、ブンちゃんも大好きなフラッグトラップ、うん、あ、まあ、SLJ でね、私好き、かなりいい超過を出しましたよ。そう、フラッグトラップリーフっていうモデルで、まさにね、うん、葉っぱ、あ、うん、葉っぱみたいなね、こうちょっと太めの形状してて、はいはい、こうひらひらとね、滞空時間が長い、そういったねジグになってます。ということはなんか根魚とかが好きそうな、うん、そう感じ。まさにこう根魚とかフラットフィッシュとか、うん、あんまりね早い動きで誘うよりも、こうゆっくりねじっくりフォールで見せて釣るみたいな。要はスロージギングの SLJ バージョン。うん、なんかオリジナルと違うから、うん、結構また手札として広がりそうですね。あの既存のフラッグトラップは、うん、まあ、早い動きでも使える仕様ですけど、うん、こっちはねゆっくりこう見せてあげて、要はもうそこの方でリフト&ホールしてたら釣れちゃうよみたいなね。もちろんね、うん、ただ巻き、あ、ただ巻きでもしっかり水受けて泳いでくれるんで、うん、もう本当に誰でも使える。初めての人でもパッケージからすぐ出して、うん、オリジナルとこのリーフとで使い分けでちょっと楽しめるってわけですね、はい、そうですね。わあ、これはいいですね。針もね、うん、従来のフラッグトラップ同様、このネクタイがねついてるんで、あ、プラスアルファだ。そう、針めがけて食ってくれるから、フッキングもいいっていう、ね、そういう仕様になってます。なるほど、はい、カラーもね結構いろいろとまた幅が広がりそうな感じになりそうですね、うん、見ていると。かなり楽しみな、これもね夏頃リリースになりますんで、じゃあもう皆さんまた一つ釣りを楽しむこうアイテムが増えるということで、皆さんお楽しみにしていてください。はい、皆さんにね紹介したいのはルアーだけじゃないお、うん、ってことでね、これ見覚えあるんですよ。あります、ね、田辺さんも持ってるけど。そうですね、タイラバーボックス。タイラバーボックス、はい、人気ですよね。めちゃくちゃ人気 で、うん、で実際僕らも、まあ、現場型の、ね、人間ですけど使用しててね、すごく使いやすい。そうですね、綺麗に入れてるよねA 型なんで。そう、うん、もうあの開けてルアーを見るのも楽しいぐらい綺麗に収まってくれるんで、ね、うん、テンション上がりますよね、うん、めっちゃテンション上がる、はい、でそれよりも深くなってる、うんうんうん、そう、横からね見てもらうと、ね、分かるけど、田辺さんほら本当ですね、深型って言って、要は深い、ボックスが新たに新登場ということで、うん、はいはい、まあ、ちょっとね重ための、ビンビン玉だったりとか、はい、そうですね、こっちは 120g ぐらいがちょうど良かったんですよ、うん、それあのまでがね、はいはい、でこちらは結構さらに上、見た目が綺麗、タチオテンヤも入るし、うん、まあ、大きめのね、うん、あのゴース、まあ大きめあの1コロとか、はい、さらに上の200グラムとかあるから、ね、ディープタイラバとかだったらね、うん、それぐらいしっかり収めれないと、うん、そうそう、上側にもねスポンジがしっかり貼ってあるっていうのも心強いですよね、うん、そう、これで抑えてくれるんで、うん、もう中ももちろんですけども、ボックス自体もね非常に強くて、はい、かなり、だいたいこういう重たいの入れるとここがねダメになったりしやすいんですけど、うん、これはもう今もあのしっかり使えてるんで、うんうん、はい、それのね深型が出るということで、はい、こう動きたいということで、はい、ここからはショアソルトの新製品を紹介していきます。伊賀さん、そして長坂さん、開発スタッフの佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいアイテムがあると聞いてるんですけれども、はい、
こちらはですね、フリーリグのような、こういうスルスルのリグとして使えるブリーカーボトムスイッチっていうこのリグの部分ですね、はい、とスリットクローっていうワームの2種類になります。スイッチパーツがこの根掛かり回避の V 字パーツがしっかりついてる、はいはいはい、特にまああのチヌってあのボトムをこうゴリ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 やることが多いので、より根掛かりを回避できるようなパーツ、結構ね根掛かるところあるんだよね、はい、でさらにこのパーツにはアピール力をこう変えれるようにラバーがついてます。でこれもカラーをチェンジできるようになってます、うん、カスタム可能なんですか。そうです、あのここ引っ張ったら抜けるようになってますんで、刺してあるだけ、はい、そうです、はい、なんで好きなカラーに変えたりとか長さ本数変えれるようになってます、うんうんうん、でさらにですねこのヘッドですね、これも根掛かりしにくいようなちょっと頭が太い、はい、まあ、あのちっちゃいスイッチみたいで可愛い可愛いですね、はい、ワンタッチで変えれるように、はい、ちょっとバネ状のスナップのような感じに、はい、なってますんで、現地ですぐにウェイトを変えられる、はい、切らなくていいってことですね。このやっぱスイッチのパーツってこうラインを守るのもすごくあの良くて、やっぱ今までねこうフリーリグとかってこうシンカーについてるこうここに通しちゃってね、そうですね、だからちょっとライン心配だったりとかするのもあって、この樹脂のパーツなんで、はい、ラインが擦れることもないんで、はいはいはい、でやっぱりフリーになってるっていうところで、ちょっとフォールさせたりとか、ちょっとした岩から落ちた瞬間にこうフリーな状態を作れるっていうあのスイッチ。なるほどね、はい、このまたワームそうなんですよ、すごく良さそうなんですけど、はい、もうなんかスリットだらけで、うん、はい、面白い形状してるんですけど、うん、まあ、一番の特徴は、うん、このテールが、シャットテールのような先っちょに形状になってるんですね、はい、ちゃんと水受けられるようになってる、はい、カニみたいなザリガニみたいな形はしてるんですけど、はいはいはい、しっかり先端で水を受けてパタパタパタと泳ぐようになってるんです、うんうん、でさらに、アピール力を増せるように分厚いこの腕してるんですけど、うん、はい、本当に肉厚ですね。ただ今触って何か気づきませんでしょうか、うん、なんかね中空になってる、え中空に感じるぐらい柔らかいんですけど、うん、これ実はめちゃくちゃスリット入ってるんですよ。あ、そういうことなの。なるほど、はい、スリットでこんな感じになってんだ、はい、すごい、しかもちょっと面白いのがスリットの入れ方なんですけど、うん、上側はあのこっち向きに入ってて下側は逆向きに入ってるんで、いろんな方向に曲がる、ほう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 、はい、そんなスリットの構造になってます。めちゃくちゃ考えられてすごいですね。なんで倒れ込みの時なんかもこうベローンって垂れたりとか、はい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 、そういうアピールしてくれる、いろんな動きで、そうですね、勝手にアピールしてくれるっていう、はい、でさらにボディの方を見てもらうとこれすごいリブになってるんですけど、うん、結構やっぱりチヌってフッキングがなかなか決まらないことが多い、うん、はい、でそんなチヌに対してボディをリブにすることによって柔らかくなるほどできます。なるほどね、納得みたいな感じですね。いや納得ですよ、はい、おー、 いいサイズ、ひびれかっこいい、おがっつり刺さってます、しっかりフッキング、そうですね、はい、これもただ巻きとかで、そうですね、ただ巻きでボトムを感じながら巻いてもらったり、あとはたまに捨て入れたり、ロットで錆びたりっていう、はいはい、のが基本になります。チヌは吸い込むっていうよりはこうかじるみたいな食い方も多いので、うん、その場合でもこうかじって思いっきりこう潰してもらって針先を出す、あー、なるほど、はい、なんか小さいのにすごいギミックが詰まってますね、うん、すそうですね、はい、サイズ感もね、うん、ちょうどいい、そうですね、はい、あの結構今あの 2.8 とか3インチぐらいのワームが多いと思うんですけど、うん、今回のやつは 2.2 インチぐらいのサイズなんです。でこれなんでそうしたかっていうと、うん、あの本来ならば腕がこのボディの先っちょから生えてるっていうものが多いんですけど、うんうん、やっぱりそれだと腕だけかじっちゃう、あ、はい、あ、それをちょっとボディの内側にオフセットさせてあげることによって全体を食べてくれる、わあ、なるほど、なんでさらにフッキング率も上がる。こちらのアイテムのリリース時期はいつ頃でしょう。4月頃予定しております。じゃあもうあっという間に来ますね、はい、ちょうどいいね。5月ぐらいからドーンって連れ出すからね、はい、皆さんにも使っていただきたいアイテムとなっております。ショアからはサーフアイテムも出るということなんですが、伊賀さんご紹介お願いします、はい、そうなんです、僕が紹介したいルアーが2つあります、はい、2つもすごい。サブル HB シャットとサブルスイムメタルですね。
こちらを紹介したいと思います。一つずつ伺っていこうと思うんですけれども、はい、こちらが、サブル HB シャットなんですけど、まあ、見て分かる通り頭の部分がプラグ、うん、でお尻の部分がワームになっています。でこれでどういったメリットが生まれるのかといいますと、うん、高いアピール力を保ちながら食わせ重視に特化しているということになります、はい。まあ、最近のフラットフィッシュですと、まあ、シンペンだとかミノー、うん、そういったプラグルアーを使って、まあ、フラットフィッシュを狙う方が多いんですけど、うん、やっぱりどうしても、まあ、アピール力がある分プレッシャーを与えてしまうので、うん、最後まで噛みついてくれないということが結構あります、うん。なのでそこをあえてプラグ部分を残してワームをつけることによって、まあ、今まで取れなかった価値ある1枚を引き出すことができます。なるほど、はい。ハードルアーのいいところとソフトルアーのいいところってやっぱあるんですよね、うん。でそれ今までこう使い分けてたけど、うん、それがまあ一緒になってるんで、うん、そういいとこ取りみたいな。あとこのルアーのウェイトも固定重心、うんになってるので、飛距離がめちゃめちゃ出ます。はいはい。で、フォールするときもこのシミフォールでキラキラキラと弱ったグレートフィッシュ釣れるよね。これ演出してくれるので、ね、まあ、フラットフィッシュを騙しながら、うん、こ う, うまく釣ることができます。はいはいはい。はい、開発に携わっている佐々木さんからは何かこう、はい、特に推しポイントみたいな部分はありますか？はい、あの今ウェイトの話になったんですけど、うん、ウェイトがラインナップが28g、35g、42g の3種類になるんですけども、全て同じボディで、そのウェイトラインナップしてます。え、それどんなメリットが？どういうこと？同じボディで？そうですね、あの中やっぱりプラグなんで空洞になってます、うん、はいはい。で中に入れる重りの大きさっていうのを調整してるんですね、なるほどね、はい。じゃ側は変わらないんです。シルエットが変わらないままっていうことですね。まあ、どうしてもジグとか、うん、そういうのでシルエットがどん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 、ねね、大きくなったり小さくなったりしちゃうんですけど、うん、今回それをしたくなかったんですね、うん。でなぜかっていうとやっぱり同じアクションを保ったままレンジを変えていきたい、お、はい、っていうことをしたかったので、うん、同じボディの大きさでウェイト違いっていうのを3種類出させてもらってます。なるほど。じゃあアクションも、はい、重さ変えてもそんなに変わらない状態で使えるってことですか？そうですね、はい。え、それめちゃくちゃいい。いいですよね。それ僕もサーフ行った時使ったんですよ。使いたかったですよ。めちゃめちゃ使いやすいですね、はい。長坂さんは実際使ってみましたか？あ、使いました。どうでした？あ、めちゃくちゃ良かったですね。やっぱりそのグラム数がいろいろあるんで、うん、まあ、いろんな場所で使えるって、うん。僕が住んでる静岡ってドンブカサーフと遠浅サーフがあって、駿河湾のドンブカサーフでは重いグラム数、遠浅サーフでは28とか、はいはいはい、まあ、でちょうどいいな35みたいな感じで使い分けて使います。そこでもシルエットを変えずにしっかりと出せる、まあ、一番ベストのサイズ感で、うん、動きをそれぞれのレンジに深さとかにも変えてできるっていうのはいいですね。すごいね、うん。これなんかあれだね、オフショアにもなんか取り入れたい、ね、うん、感じですけど。でもう一つのアイテムは、はい、こちらがサブルスイムメタルになります、はい。で結構あの注目してもらいたいところがこの素材なんですけど、うん、素材が亜鉛素材を使用しております。なのでジグなのに浮き上がりがめちゃめちゃいい、はい、はいはいはい。プラス、まあ、あとこの形にも注目してもらいたいんですけど、うん、後方重心になっているので、はいはいはい、飛距離はもちろん出ます。飛びそうだね。あとですね、まあ、やっぱりその宮城県っていうのは本当に遠浅サーフなので、うん、やっぱ結構手前の方は叩かれてしまうことが結構あります、はい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 。なのでやっぱりこういうふうに後方重心にして飛距離を出す釣りっていうのが結構大事になってくるので、はいはいはい、誰も触ってないところに投げて、そうですね、釣っちゃおうと。価値ある一枚が、価値ある一枚。あとやっぱ気になるのはその、ね、はい、ここにヘッド部分ですね、トサカがついてるんですけど、うん、このトサカがあることによって泳ぎ姿勢をきれいに泳いでくれます、はいはい。結構 S 字面に、そうですね、普通のまあ、従来のビッグバッカージグとかですとこうバタバタ泳いでしまうんですけど、まあこのトサカがあることによってこれが舵の役割になってきれいにここまでバタバタすることなくきれいにこう抑えてくれるんだ、はい。まあ、シンペンのようにも使えることができます。これは宮城県の仙台サーフで、仙台サーフ、はい、実調した時の動画ですね、はい。そうですね、一気にガツンと、いきなりじゃん、来ました。かっこよ。これ結構も釣り人も多くて、うん、
で上がってきたのがシーバス。まさかのまさかのシーバス。シーバスか。なんかシルエットが大きいので、うん、こういうフィッシュイーターは結構釣れました、うんうんうん、はい。また別な時ですね。ちなみにどんぐらいあれ飛距離出てる、飛距離はスイムメタルで、まあ、風吹いてない時で100m、 100m、 まあ、余裕で飛びます。あ、そう、はい。で追い風だと120、130。マジ、はい、飛びすぎ。本当に飛ばすよね。そうなんですよ。あ、かっこいい。綺麗な間持ちが本当に釣れて、うんうん、結構本当に遠浅なので飛距離が必要になってくるので、うん、でこの後方重心では結構助けられてますね、うん、はい。結構ゆっくりめで、やっぱ上と合わせてるから。そうですね。で負けるから、はい、浮き上がりも先ほど説明した通りいいので、うん、お、ヒラメ。これはそうです、ヒラメですね。おお、結構両型の綺麗なヒラメが、うん、はい、釣れてくれます。あ、これだ、もう一個目、はい、そうですね。で結構プレッシャー、釣り人も多いので結構プレッシャーが高いんですけど、その中でも1枚を持ってきてくれるので、うん、お、でかくない？でかくない？これも、おお、いいサイズ。サイズアップです。で、この時本当は立ち位置全然変えてないんですよ。あ、同じところ、はい、同じ、本当に2メーターとか1メーター、うん、ちょっと右とかにずれるぐらいでやってて、やっぱ釣れるので、このビッグバッカージグとこのサブル、スイムメタルの使い分けはですね、うん、ビッグバッカージグは流れがあったり、うんうん、ちょっと水が濁ってる時、うん、ちょっとアピール力が欲しい時に使う、うんうん、でこっちのスイムメタルは結構プレッシャーがかかってる時とか、うん、まあ、水がクリアな時に結構、まあ、使った方が超過が上がるのかなと思います。結構ナチュラルめな波動で誘ってくれるっていう、はい、結構ねビッグバッカージグだとプロプロってくるぐらいね波動強いから、そうですね、はい、それの逆バージョンっていうか、うん、より食わせ、いやこれはすごいね。これめちゃめちゃ釣れます。前も本当にめちゃめちゃ釣れて、うん、正直自分でもめちゃめちゃびっくりしたんですけど、こんな釣れるのかと。それね、ルアーの力だよ。そこは、そこは2人の、2つのたまにね、やっぱあるんですよ。たまにとかね、言って申し訳ないんですけど、ルアーの力で釣れるって実感するときがやっぱりね、ある。開発者としては、うん、その一番嬉しい。そうですね、うん、はい、このシリーズかなり佐々木さんも思い入れあるかと思うんですけれども、はい、新しく、サブルという、ブランドを立ち上げていくんですけれども、一度に、スイムメタル と、HB シャット、その他に、さらに、ロッドなんかも、テストしてますので、はい、ぜひ、ご期待いただければなと思います。これからがかなり楽しみですね、はい、ちょっと待ってください、はい、実は僕からも紹介したいアイテムがあります。おいきなり来たその手元に持ってるものですか？ジェットローです、これ。おジェットロー、はい、じゃちょっと出して、うん、申しましょうか。 ありがとうございます、はい、これあれですね、なんか、はい、どちらかというと漁具っぽい、うん、はい、みんなが使ってる、まあ、10フィートとか、うん、まあ、ロッドでも投げれる、うん、そのルアーロッドで投げれるっていうアイテムです。おで巻くだけで簡単にいろんな魚がトップで釣れるルアーになってます。あまり見たことない形状ですね。はい、どこでも使えるルアーです、うん、で皆さんがお持ちの10フィートくらいの竿でも使えるものになってます、うんうん、でこっちでここにスプラッシュ上げてこっちで寄せて、うん、で後ろのルアーで食わせるみたいな、そんなアイテムになってます。なるほど、はい、じゃあこれ後ろの方がルアーチックだから、こう小さいベイトとかが来てる時、うん、っていう時にも有効だったりするのかな。そうですね、やっぱジグとかで食わない場面があると思うんで、うん、そのマイクロベイトパターンの、はい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 、そういう時に投げてもらうと釣れます、うん、なんか根こそぎ釣れそうな本当ですね、釣れそうな魚とすればどこら辺が挙げられますかね、うん、まあでもカツオとかシアとか ね、その辺が頭に浮かびますけど、うんうんうん、僕のフィールドのスルーガーンがそのシイラとかカツオとか、まあ、そか釣れるほらなるほどね、完璧ですね、はい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 、おお、これがスプラッシュ、見てるだけで楽しいで後ろの方にあるんですよね。結構ピシャピシャなるね。あ、すごい、ね、そうですね、すごいな、うん、これが本当に小魚、うん、ベイトが逃げてるような、これ誘発されますよ。お、飛んでるね、飛びますね、まだ着水しないよ、
あ、もうすごいもん。ゼロ音立ててね。おお、すごい。ちょっとちょっと。魚のところ見して。これ出てるとこ見えてるよね。まずね。本当。横断された。駿河湾です。へえ。めっちゃ面白そう。これ最高じゃん。いいですね。サーフトローリング。わあ、いいな。これは？これはあのブリの子供の若しです。うん。あ、わ、いいじゃん。こんな早巻きに。わ、いいな。結構早巻きです。おお。なんだ？すごい。なんか食ったぞ。今のあ、釣れてるじゃん。釣れてる。何？おお。若し。これは夕まずめ？ぐらいですかね。朝まずめ？夕まずめ？お、え、おお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 、沈んだ。浮きが沈んだよ。いや、これは面白いね。僕がメジロ釣ってた。あ、佐々木さんが。え、これメジロ釣った。メジロ釣った。いや、楽しいですね。トップで出るって。よし。これはどこで？怖い。これは、大阪湾ですね。うわ。沖艇で。そうですね。すごーい。俺じゃなかった。違うよ。大阪湾と言ったらもう金井くんでしょう。佐々木さんは実際、こうやって形に起こしてみて、はい、どういうところをこだわったりとかしてますか？やっぱりまずこのちっちゃいものを、うん、ちっちゃくて軽いものをすごく沖まで投げたい、はい、それが一番の、メリットというか、そう、ね、になるってくるところなんですけど、うんうん、やっぱりそのマイクロベイトってなってくると、あのちっちゃいルアーなかなか沖まで普通投げられないじゃないですか、うんうん、難しいですよね、うん、これだったらこの前のこの飛ばし浮きの、うん、重さで沖までぶん投げて、うん、でその軽いもうほぼノーシンカーです、うん、ノーシンカーのプラグを、うん、あの引いてこれるっていうルアーになってるんで、もう本当に僕が投げても80メートルぐらい飛ばせるんで、だって見た感じ飛びそうだもん、はい、もう重りがこのリアに入ってるんで、なんか飛行機みたいな形ですね。そうですね、はい、でこの飛行機みたいなこの羽の部分で、先ほどおっしゃったように、うん、水しぶきを上げるような構造になってます。でなんでその水しぶきを上げたいか、うん、あの水しぶき上げることによって小魚の群れを表現できるんです。あ、なるほど、はい、なんで面白いのが、あの魚が近くにいるとその水しぶきでナブラが起きたりします。誘発されて、はい、でそこの後ろからあれが、そう、あれがそう、もう食べてくださいと言わんばかりのサイズですよ。そうなんです、すごい。だから本当に周りでジグ投げてても全然釣れてないのに、うん、これだけボコボコみたいなのも結構あります。うわ、はい、ずっとテンション上がったまま ね、 そうですね、釣りできますよね。ずっとできます。たまらないですね。続いてはロックショアブランドシアンシリーズの紹介になります。こちらのアイテムは村上さんと企画スタッフの山下さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、今年シアンブランドからですね、ルアーが登場するんですけども、あの去年メタルジグ、シアンジグデフォルトとシアンメタルバイブ登場したんですけども、まあ、そんな中で、まあ、お客様の方から翔太トップが欲しいんやとトップ欲しいんやっていう、まあ、やっぱロックショーといえばトップウォーターでの誘いだし、うん、ね、ダイビングペンシルがやっぱ結構主軸となってくるんですけども、はい、今年いよいよその、ね、シアンペンシルサーペンスやってきました。このダイビングペンシルが、登場するんですけども、うん、まあ、僕自身もやっぱりトップの釣り普段から大好きなんで、まあジャッカルの開発さんの方にトップが欲しいですと常々あの要望して、昨年の方からね、テストを繰り返して結構ねテスト序盤の方からかなり釣れるペンシルです、うん、で、まあ、個人的にちょっとこだわったというか、点が動きが蛇行するようなスラローム系のペンシルを欲しいなということで、このサーペンスっていう名前も蛇のようにこう来るよっていう、なるほど、サーペンスっていう意味があって、で、まあね、テールもちょっとこう特徴的なテールになってるんですよ、うん、ね、はい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 、ちょっとコブラのように、うんうん、ほうほうなってて、まあ、この形状が非常にこうスライドアクションに、貢献してる感じなんですけど、まあ、動きだけじゃなくて、まあ、実際テストで、磯で投げ込んでいく中で
いろんな状況で投げ込みました。ババレの時とか、うんうん、風がすごいある時とか、ね、向かい風だったりする中でも、うん、ちゃんと飛んでくれるペンシルっていうのがまず一つ欲しかったんで、うん、こう重心移動がね、うん、入ってたり、するわけですよ。ほうほうほう、ね、まあ、とにかく釣れるペンシルがこれはできちゃったなっていう感じなんですけど、はい、細かいとこはね、はい、山下君の方に、ね、かなりテストに同行してるイメージがありましたね。まあ、九州の方をメインにテストを重ねまして、うん、まあ、パッと見普通のダイビングペンシルなんですけど、さっきも翔子さん言ってくれたんですけど、羽みたいな形状、はいはい、まあ、これが、普通のダイビングペンシルで、ウォブリングとロール、まあ、あと S 字複雑に絡まったようなアクションするんですけど、その中でもロールをちょっと押さえてあげて、まあ、この羽でロールを押さえてあげて S 字の幅を出してやるっていうためのこのテールの形状になってます、うん、でこのテールなんですけど、まあ、そのアクションだけじゃなくて飛距離の方にも貢献してまして、弓矢の羽みたいなのもすごい安定するんですよ、このフィンのおかげで。でもまっすぐスコーンと飛んでいきまして、うん、であと、重心移動ですね、うん、まあ、それも相まって結構風が吹いてたり、うん、しけてる時でもしっかり飛ばせるペンシルになってます、うん、これ秋の五島列島の映像です。五島列島は翔吾さんか山下君か。これは山下ですね。山下か奥の方から流れが入ってきてて、よれ、ね、になってるポイントですね。おーいいよ。でまた食い直して、はいはいはい、3回目で上がりました。巻いて巻いて、早い、すごい早い、めちゃくちゃ走って、すごい早いね。これよね、ロックショアの、醍醐味、醍醐味ですね。見てるとすごい、かっこいい。何回も見れるもんね。何回も見れる。平正、平正ですね。すね、これはこれは翔太だ。これはね、覚えてるぞ。これも同じ日、これ別日ですね。朝間詰めだったんですけどね、すごい無理されてしまったんですけど、握っちゃいますね。あれを見るとちょっと怖いです。どこだ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 、ほら来た。おー、ちょっとずれた、ずれた、ちょっとずれたこれでかいですよ。これでかいですよ。頑張れ頑張れ頑張ってる頑張ってる頑張ってますよ。いやーかっこいいね。でもこのファイト、平間さん突っ込むからね、あのボールですよ。負けるときに負けるだけ、頭を向けてね、こっちに、はいはい、全部が障害物だもんね。そうなんですよ。おー、これはね、結構いいサイズでしたよ。これ何キロぐらいありました？これね、8キロぐらいありました。うわ、 あとは拾うだけですね、もうこれ。頑張れ、頑張れ。頑張れ。頑張った。頑張った。おー、わあ、すごい。サイズですね。いいね。すごい映像でしたね。当たりますね。いい映像でしたね。これサイズが2サイズ。あ、そうですね。こちら160と190の2サイズ、リリースになります。佐々木さんも開発に、はい、携わっているようですが、はい、いかがでしたか？そうですね、僕も、もうロックショーは正直これを作り始めてからこう始めたっていうところはあるんですけど、やっぱりこう他のルアーを見ててもなんていうんですかね、こう安定させて泳がすのは難しいっていうところがすごく多かったので、まあ、できるだけ初めてやる方でもしっかり泳がせられるようにちょっと、うん、目指して作った、うん、はい、っていうところも、はい、あるんで、まあ、その先ほども何回もありましたけど、そのフィンがそこについてることによってしっかりきれいに泳いでくれるんで、うん、最初の入りもいい、なんで適当にジャークしてもなんとなく泳いでくれる、はい、そんなペンシルになってるんで、はいはいはい、やり込んでている方でも、もう納得できるような意識的にスライドさせて食わせ、うん、っていうのもできるんで、うんうんうん、もう初心者の方は何も考えずもうとりあえずジャークして釣れますし、うんうん、で上級者の方もしっかり狙って食わせることができるペンシルになってます。なるほど。裏技的に、はい、この針をシングルに変えたりとか、うん、トレブルにしたりとか、スプリットリングの重さを変えてあげたりとか、そういうので動き変えてあげたりとか、
足場が高い椅子で動かしづらいって時はスプリットリングをちょっと重くして、うん、頭の入りを良くしてあげたりとか、まあ、そういういろんなこう、まあ、チューニングというか、うん、カスタム要素、カスタム要素もあるんで、そういう面でも楽しんでもらえるわかなと。なるほど、はい、こちらのリリース時期はいつ頃でしょう。はい、5月頃を予定します。はい、じゃあかなり皆さんが楽しみになるアイテムかと思います。はい、ね、佐々木さん、まだまだあるんですよね。はい、そうですね、あのシアンブランドからもたくさんアイテム出るんですけれども、はい、フィットシリーズっていう、はい、あのスーパーライトショア、はい、に、焦点を合わせたシリーズがあるんですけども、他に、ミノーとジグ、うん、出てた、はいはい、その2種類あるんですが、そこに追加でバイブレーションですね、はい、メタルバイブいるね、はい、いる、楽しいやつ、そうなんです、はい、釣れるしね、もう本当に小型、回遊魚ですとか、あとはロックフィッシュ系なんかも狙えるメタルバイブになってるんで、うんうん、はい、でロットも、BRS の、88ML ですとか 93M っていう、まあ、専用のロットございますんで、それですごく使いやすいウェイトラインナップの、18g と 11g の2種類、はいはいはい、で特にあの重さというよりはこのサイズ感にこだわって作ったものになってまして、うん、ちっちゃい方が 60mm、うん、で大きい方が 70mm、うん、はい、まあ、その時のベイトのサイズ、うん、ですとか、まあ、ウェイトのいる距離感、魚のいる距離感に合わせて、使い分けていただけたらなというアイテムになっております。こちらの発売時期はいつ頃ですか。はい、5月を予定しております。楽しくなりますね。いい時期ですね。そうなんです。シバスも釣れそう。あ、シバスも釣れる。そうですね、うん、かなり楽しみなアイテムになっております。はい、そしてルアー以外にもあるんですよね。こちらですね、シアンブランドから出るこの防水バッグ、はい、おー、こちらがシアン HD バックパックですね。でかいです。かなり大きいですね。でかいです。中にもね、ルアー入れたり、うん、ウェア入れたり、うん、で持ち帰るときに魚をね入れちゃったりとか、はい、実際あの山下くんね結構磯歩きするんですけど、はいはいはい、ですけど、はい、まあ、いわゆる磯リュックなんですけど、うん、で僕沖磯も行くんですけど結構地磯がメインでよく使うんですけど、うん、まあ、この中にルアーケースだったりリールだったり、うん、あとは、まあ、さっきも言った魚を入れて帰るときにすごい便利 で、まあ、強度面も結構こだわってて、で、まあ、魚入ると何十キロってなったりもしますし、まあ、強度面こだわったのと、まあ、あと横にね、ベストとかをつけるベルトがあるんですよ。あの結構山道歩いたり、うんうんうん、あの崖を降りたりっていうところがあるんで、ちょっと身軽に歩きたいなっていう時とかは、うんうん、あのフローティングベストをここにつけてた状態で歩いたり、あとそこわいいね、結構削れるんですよ、ね、この辺とかが、うん、で穴が開いてきちゃったりするんで、うんうん、で下生地が二重になってます。なんで、まあ、穴が開きにくいで、置いた時も傷がつきにくいようになってます。僕結構ね、渡船使って沖磯に行くこと多いんですけど、逆に山下くんはその磯歩きでこういうバッグを多用するタイプなんで、サンプルの時とか結構山下くんにねテストしてもらってたんですけど、かなりも使い方がすごいんで、はい、テスト段階では結構、ね、いろんなところが壊れて、あ、ここが弱くなるとか、うんうんうん、ここから壊れていくんだっていうところがもう目に見えて分かってたんで、うんうん、もそこをしっかり補強してるんで、うんうん、かなりもうね、そうですね、強い、長く使ってもらえるリュックになってると思います。でそちらが、シアンメッシュタックルケースですね。そうなんです。この大きさだったら、まあ、例えば今ちょうどこう中に入ってるんですけど、うん、こういうダイビングペンシルをもう入れてもらって、持っていく。で、僕結構磯に渡ってこういう感じのちっちゃめのバッカにプラグを入れて持ち歩いて釣りすることがあるんですよ、うん、自分の近くにこう置いといてやるんですけど、うん、まあ、そういう時もね結構便利です。で、まあ、ルアー洗うじゃないですか、うんうん、で洗うときにこれだったらこの中に直接こう水バーッと入れてあげて、うん、でここがメッシュなんで、ここから水を最後は出せると。でこれいいね。いいですね。その時はここにね取っ手があるんで、はいはい、こういうふうにもやってもらって。なるほどね、なるほど。この取っ手なんですけど、はい、それだけじゃなくて、うん、リュックに入れるときに
めちゃくちゃ入れやすいんです。さっきサクッと出してましたもんね。これがすごい便利で、はい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 、まあ上についてるんでスッと出せる。おすごい便利です。スマートですね、すごい。これサイズが2サイズあるようですね。実はここにもう一つあるんですよ。これ細長い形なんで、うん、まあジグだったり、うんね、メタルバイブなんかを入れて、まあ、同じようにね、取っ手があるんで、はいはいはい、かなりシリーズとして揃ってきましたね。あとロットも今開発中なので、うん、そうなんです。ロットの方もご期待いただければと思います。すごいです。じゃあもうシアンブランドの情報発信、ホームページや SNS を随時皆さんチェックしてみてください。